早速お越しくださいました。皆さん本日はよろしくお願いします。お願いします。先ほどからクールに見守ってらっしゃる瀬口さん、はい今日かっこいいね、服装。ありがとうございます。かっこいい、あれかっこいい、ボディがちょっと違った印象と。3、2、1。やばいこれ。逆にファッション出し気がもな、ファッション出し気がもう大きい、キッズダンサーの動きあなたコートよ、今日ファッション出し気ポーズ大事です。違う違う、全然違う、レイヤ全然違う。レイヤさん、はい、一回集合、一回集合で、一回集合、一回戻っていろいろ突っ込みたいです。一回集合です。いや、熱いって思いはやっぱ伝えられたと思うんで、個性が出てますね。骨格なので骨格まで骨格ファッションとか見てないんですけどでしょうね。そうか、マジか、性格だわ。発表します。 49% お待ちどでした。悔しい。続いて中島さんにお願いしたいと思います。うわ、ついに初めて。そうか、いける、初中中トレイン。皆さん歴史的瞬間です。3、2、1。いいよ、すごいね、覚えてるよ、完璧じゃん。この後でこの後ポーズよ。いいんじゃない、いいんじゃない、バッチリじゃない。見ながらやりましたね、最後ポーズ。ちょっと一個だけ間違えたかな。ダンスうまさあ出ました、お 55% です。あれあれあれ、待って、あれ負けたあれ待って、中島さん55%非常に負けた。木村さんはね 55% でした。続いてチャットロイドについてご紹介をさせていただきたいと思います。その名も AI 佐藤大輝。すごい、はい、大活躍。字面だけ見るとすごいですね、これ。AI 佐藤大輝。おはよう、大輝くん。おはよう。今日も一日頑張るぞ。朝からリカルーパーと遊んでたから、めっちゃ元気だよ。さっきのサウナも最高だったし、今日も楽しい一日になりそう。すごい。すごいな。すげえ。おはようまでこのおもてなし精神。え？そこまで一緒じゃないですか。1聞いたら10返ってきました朝ウーパールーパーと遊んでたから今日も元気だよって言ったらすごくない？ちゃんとしっかり好きなものまで知ってるんですね。これめっちゃ楽しいっす。いや、すいませんので、どこまで参加していただいてるか、参加していただいてないのか分かりませんので、レッツが切れたらお話しします。はい、切れる状態にしてくださいね。はい、ありがとうございました。今日は本当にありがとうございました。皆さん、ぜひソフトバンク、ソフトバンク、皆さんぜひショットバンク。